どうも、なおちんでーす。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はこのキャラクターを育ててみました。使っていきましょう。ザオウボンゲンですね。かなりいい感じのキャラクターではないかなと思っております。まずは耐性ですね。半減ではあるんだけども、炎と浜と呪殺、この3つに耐性がありまして、残りの4つを、スキルに入れてあげれば、すべて耐性がつけられるので、いい感じです。で、さらに、状態異常にも強いっていうところが強みではないでしょうか。で、ステータスは魔力以外を999まで上げております。で、ユニークスキルがね、強そうなんですよ。味方の攻撃のヒット数が多いほど、自身の物理属性スキルのダメージが上昇する。ですね。刹那がものすごく強くなると思うんで、これは使えるんではないでしょうか。まあ、パーティー次第ですけどね。で、スキルですけども、刹那、そして、やぶさめ、で、プレロマを2つに、属性の吸収無効を入れております。まあ、物理吸収と衝撃吸収、それに変えればもっと完璧になりますかね。はい。まあ、とりあえず、ザオウボンゲン、こんな感じで育ててみました。使っていきましょう。では、まずはですね、ザオウボンゲンのダメージを見ていきましょうか。まずは、スキルはこれ入っておりません。一番最初に行動しておりますので、通常のダメージが出るはずなんだよね。あ、やぶさめでいこうか。714。まあ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 、そんなもんでしょう。714ね。で、ここから、ヒット数を上げていきます。こんな感じでヒット数を、稼いでいくとどれぐらいダメージが出るでしょうか。今発想飛びと、刹那を入れましたね。でこの状態でやぶさめさっきが714、どんぐらいになってるな。ほぼ変わらん、ほぼ変わらない。あ、いや違う、これはあれか、義経とカーリーを上にして、で蔵王権現が攻撃っていう風にしないといけないから、うん、ほぼダメージ変わりませんでしたね。これじゃあちょっと使いたくないな。まあまあちょっと義経とカーリーを上にして、蔵王権現を3番目にして、もう一度ちょっと測ってみますね。オッケー、場所入れ替えました。さっきが、最初710ちょっと。で、2回目が750ちょい。ほぼ、変わらなかったよね。今回は、先に、カーリーと、義経を先に行動させてます。はい。で、これで、やぶさめ。どれぐらいまで上がる ?800! あー、なるほどね。はいはい、やっぱりこの順番にしないとダメっていうことか。あ、なるほど。700ぐらいのダメージが800に変わりました。まあ、まあ、ダメージとしては、それなりに上がってはいるんだね。はい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 。あー、なるほど。刹那が5回ヒットだから、もうちょっとヒット数があれば、ダメージがもう少し伸びるかもしれませんね。それでは、ヒット数が稼げるパーティーに変えてみました。アグラトとアルテミスですね。実際、アルテミスは、銀河を使うよりも、刹那で攻撃した方が、ダメージは上なんですよね。うん。なので、ちょっと、打ち手で変えてきました。これで12ヒットしましたね。12ヒット。で、銀河で15ヒットですね。合計27ヒット。27ヒット5の、刹那、あ、違う、やぶさめか。どうでしょうか。ヒット数0の場合が700ぐらい。で、13ヒットした後が800のダメージ。
27、さらに増えたよ。どれぐらいいくでしょうか。やぶさめショット1000、お、かなり上がるね、かなり上がる。おお、いやでもなこのパーティーで行くとザオゴンゲンがものすごく、うん、強くはなる、強くなる。だけどなかなか難しいな。いや難しいよ、うん、このヒット数で刹那すると多分相当強いのよ。でもこのパーティーじゃないといけないっていうところが結構厳しい。あー強い、うん、強い強い。パーティー元に戻してきました、カーリー、義経、蔵王権現ですね。でカーリーのユニークスキルですけども、物理適性が多いほど攻撃力が上がるんですよ。4人とも物理適性がプラス9なので、最大まで上がってます。 30% 攻撃力が上がるんですよね。この状態で、刹那発想飛びをした後の蔵王権現、どっちが強いんだろうね、カーリーと、まあ、カーリーが950ぐらい、950ぐらいで、蔵王権現が刹那どれぐらいいく、950以上いくか、あ、いかないか。なるほど、やっぱり火力としてはカーリーの方が上だね。あー、カーリーが上、多分蔵王権現は 20% ぐらいだな、攻撃力が上がるのが。ヒット数が上がりまくってればカーリーよりもダメージ出るんですけども、これパーティー難しいな。それでは戻ってきました。今日は蔵王権現を使っていきましたけども、ユニークスキルが難しいですね。強いよ、強いんだけども難しい。13ヒットぐらいだったらば 20% ぐらいしかダメージが上がりません。なのでカーリーには及ばないっていう感じなんですよ。ただし27ヒット出しさえすれば、50% 近くダメージが上がります。 50% 上がるってなかなかなんですけども、そうやってしまうとちょっとね、全体的な火力が落ちてしまうので、それなら物理特化にしていった方がまだ強いんだよな。これちょっと使うのが難しいですね。でも耐性もすごいし火力もそれなりに出るので、蔵王権現、全然ありだと思います。これちょっと悩むな、パーティーに入れるか。パーティー編成がすごく難しいですけども、まあ、そこもちょっと調整しながらやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。